どうも皆様こんばんは、すすです。今回はですね、結構聞かれることが多いソロと50-50どっちが経験値がうまいのかということで、早速やっていきたいと思うんですけれども、これが、皆さん見てわかると思うんですけど、ソロの、優勝した時の経験値、94人中1位、敵移動倒した数0、アシスト0、復活0、命中0、ヒット数0、ヘッドショット0、弾を一発も使わずにドンカツ使った時にビクロイですね。生存時間が1桁入っているのでプラス238、順位1位なので300、バトルパスボーナスはないと考えたらトータル538で、バトルパス 70% で915、これが、まず一つの基準として、覚えておいてください。はい、では次、4位に入った場合、ソロで4位に入った場合、1桁入ってるので生存ポイント238ポイント、順位が4位でも100ポイントですね。1位だと300だけど、4位だと100、結構落ちますね。バトルパスで237と、で、トータル338のバトルパスで575、4位に入ってもバトルパスがない限り、あんまり美味しくないですね。338なので、これも皆さん全部覚えておいてください。次なんですけれども、10位、1桁に入らなかった場合は、右下の生存時間、ここに注目、これ187度、下がっちゃうんですよね、ここで。2桁に入った時点でここが減るので、敵を倒したとかはどうでもいいんですけど、順位自体は4位と変わらずに100ポイントもらえます。でも生存時間でここで100ぐらいガクッと落ちるので、同じぐらい。10位でも、そうか、倒したのがあるからプラス入ってますけど、50ちょっと減るぐらいかなと覚えておいてください。では27位、これ適当に、途中で何もせずにリタイアした時なんですけど、生存時間68ポイント、順位とかないんでバトルパスボーナスもらって68なんで、20代とかだとこんなもんですね。しゃーなし。はい、ではこれが、なんだっけ、50-50をした時の経験値なんですね。生存時間がドンカツじゃねえ、またミスった、ビクロイしても187と、さっきのあれとは違います。普通のソロのやつとはやっぱり経験値落ちますね。で、チームメイト復活させるポイントが30ポイント、複数のチームメイト復活させるが20ポイント、これが確か3回ぐらいでなくなったはずなんですけど、積極的に3回ぐらいまでならポイント狙いでも行った方がいいと思います。ポイント狙いじゃなかったとしても蘇生はしてほしいですけど、で、順位が本当はさっきソロだったら300ポイントだけど、こっちで2分の1ぐらいなもんなんで、プラス50ポイントと、そんなに大きくはないですね。比較で分かりやすいように、人を倒さずに、アシストというか、別にキルポイントどんだけだったかな、あんま覚えてないけど、復活回数3回で50ポイントもらって、生存時間でもらっていってトータルが287で、これが試合によってなんですけど、最後の1人がエリア外でひたすら粘るみたいな、わけわからない戦術を誰かがやったせいで、そうやって無駄に時間を引き延ばすみたいなあれがあってるので、試合によってはすげえ時間かかる時あるので、これが早く終わるか遅く終わるかはほぼ敵の運次第になってくるので、皆さんご注意ください。はい、では次の50-50の成績なんですけど、左上、結果と97人中1位に入った、で、その下が敵を倒した数5なんですけど、その後右下に見ていただいて、敵を1人倒したプラス50しか入ってないんですよ。このゲームモードっておそらくなんですけど、1人倒したで50入った以降の、キル数のポイントは入らないんですよね。ソロとかだったら倒したらその複数どんどん上乗せされると思うんだけど、50-50だと1人倒しても10人倒しても多分変わんないんじゃないかなということで、あんまり美味しくないですね。復活でも10ポイントだから、さっきのだと、1人目が30ポイントで、複数の、2人目以降が10ポイントで50ポイントじゃないかな、計で順位と、トータルで361と、バトルパスあっても614で、あんまり美味しくないとは思います。でもここら辺って何がいいかっていうと、安定してこのポイントが稼げるっていうのが美味しいところなんですよね。
まあ、バトルパスボーナスはまあまあまあフレンドとやればもう多少は上がると思うんですけど、まあ、安定してこのポイントを稼ぐ人だといいと思います。ソロで安定上位を狙える立ち回りを知ってる人たちは、まあ、あんまり美味しくないと思うんですけど、まあ、でもソロだと、まあ、ちょっとリスキーなんですよね。偏見じゃねえや、まあ、なんか過疎地に降りても結局敵降りる場合があるし、同じ立ち回りするやついるし、まあ、それを倒せる技術と立ち回り、そういうポイントを取れる立ち回りするなら全然 OK だとは思うんですけど、こっちだともうかなり安定してこのポイントは稼げるので、まあ、初動落ちとかがなかなかなければ、まあ、仲間と同じところを降りて、まあ、最後まで仲間にくっついていけば安定してポイントを取れるんで、ね、これが結構おすすめにはなってきます。で、次が、まあ、一番結局これが一番、うん、経験値集めるの楽だなっていうのがこれです。ででん、はい、普通のスクワット、はい、フレンドを入れた、普通のスクワット、生存時間が238、1人倒してプラス50、まあ、ここを敵を倒した数がもう1人入るんで敵を2しか倒してないんで、プラス40で順位300、バトルパスで440、フレンドボーナス220でトータル1200、まあ倍ですね。単純に倍以上手に入るので、まあ、これが仲間を強い人を囲っていったりとか、まあ、それするだけでも簡単にフレンドボーナスとかもいろいろ入るんで、ソロじゃフレンドボーナス入んないんで、まあ、正直スクワットが一番楽かなと思います。はい、というわけで、まあ、結局どっちがいいかっていうと、ソロで安定して上位に入れる人は、まあ、自分的にはソロの方がいいかなと思うんですよ。自分的にはその立ち回りがなんか動画で見たとか、これ自分の中で上位入れるいい立ち回りじゃねっていうのを知ってるならいいと思うんですけど、ソロでまだなかなか上の方に入れないとか、10位以内に入らないと経験値美味しくないんで、10位に入るのがなかなか難しいなっていう人は、まあ、50-50で全然経験値稼ぎも、かなりいいと思います。っていうかそっちの方が多分楽です。入るのが仲間が強かったらなんか最終的に50-50なのになんか30-0とかで勝ったりするんで、まあそういう時は試合展開的に早かったりとか、まあほぼ運みたいなもんです。一人で戦況なかなか変えれるような本当に強い猛者は50-50やってないんじゃないかな。なんかあんまりなんかやってるイメージないですね。わちゃわちゃ感があって、回線もなんか結構ラグいからですね、人多いんで。ラグが嫌いな人が、な強い人の特徴は結構やっぱラグ嫌いなんですよね。こういうガクガクで SR 当たんねえ、スナイパー当たんねえって言ってるんで。だからあんまり本当に一人で戦況を変えれるようなプレイヤーはあんまり個人的にいねえかなと思うんで、まあほぼこっちで安定してポイントを稼げる方がいいと思うんで、安定してソロでいける方は、ソロで、50-50で、まあ、まったり稼ぎてえな、ゆっくり稼ぎてえなって人は50-50で、フレンドのバトルパスがいる人は個人的にはスクワットでフレンドと組んだ方が圧倒的に楽だと思いますので、ぜひ皆さん参考にしてみてください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。ではこれからも動画を作っていきますので、その時はまたチェックのほどよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあの。